ペルシャ湾とオマーン湾周辺の地図ペルシア湾は、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦をオマーンに囲まれた細長い形状の湾。ペルシャ湾とも呼ぶ。面積はおよそ23万8000平方キロメートルで、長さ約1000キロメートル。平均水深100メートル、最大170メートル。 ホルムズ海峡を通じ、オマーアン湾そしてアラビア海へと繋がっている。20世紀初頭までは、真珠採集などが盛んであった。20世紀前半にこの地域で石油が発見され、さらに大量産出地でもあることも判明した。20世紀に入ると、油田開発が活発に行われ、湾内には多くの油性が存在する。油田地帯であり、また、 石油輸送のための重要な水路であるため、戦略的重要性から国際政治の係争地となりやすい。湾岸戦争の湾とは、このペルシア湾を指す。流入する大河は、湾西洋部のイラン・イラク国境を流れるシャットルアラブ川のみ。湾内には、半時計回りのゆっくりした海流がある。地球温暖化の影響により、 世界的に夏の暑さが厳しくなる傾向にあるが、ペルシア湾岸では2015年頃以降、短時間ながらも人類にとっての生存の限界の暑さとされる、湿気温度摂取35度に到達する事態が、すでにしばしば発生しており、それ以上の湿気温度では、健康な若者でも屋外に6時間ほどいる年に至るとされる。国際水路機関は、ペルシア湾の境界を、 以下のように定めている。国際的には、ペルシア湾が正式名称として認知されている。ペルシア湾という名称は古代ギリシャにおいて用いられていた。その後イスラム圏ヨーロッパを経て、世界中に広まり、現在では、ほとんどの言語でこの名称、またはその訳語が使われている。トルコでは、ペルシア湾への港町バスラにちなんで、バスラ湾と呼ばれる場合がある。 国際水路機関発行の太陽と海の境界ではガルフ・オブ・イランとしている。アラブ諸国では1960年代以降この湾をアラビア湾と呼ぶ場合があるが国際的に存在しない言葉である。湾岸周辺居住者はアラブ系住民が多いとしてこれを国際名称にしようとしている。対立を避けるため単に湾、湾岸、ガルフと呼ぶ場合もある。 例えば湾岸協力会議の名称はそのようになっている。1980年代のイラン・イラク戦争を通じ、双方がペルシャ湾内のタンカーを攻撃。多数の被害が出た。詳細はタンカー戦争を参照のこと。戦争末期にはクウェートのタンカーの航行をアメリカ軍が護衛するアーネスト・ウィル作戦も行われた。 1991年の湾岸戦争では、クウェート沿岸の石油関連施設、タンカーなどが、イラク軍からの攻撃を受けた。詳細は、湾岸戦争における、石油流出を参照のこと。ウィキメディアコモンズには、ペルシア湾に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。